どうも、ピアキングです。今日もトロールコースト一発マリオやっていくんですけど、今日のトロールコーストは暗闇っぽいんですよ。分かってる、みんな言わないで。暗闇だから動画が見にくいですよと。だから正直今まで暗闇のトロールコースト避けてました。じゃあなんで今回するんだと。やりたいからさ。なんだその自己中心的な理由は。こんなんじゃお前の YouTube のチャンネルもお先真っ暗だよ。つまんねー。でも少しだけうまいことを言っていると思っている自分が一番怖い。おいや、こんな寒いオープニング誰も求めてないと思うから、それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 0.93%、 最速が18分ってめちゃめちゃ長いな。大丈夫かこのコース。まあ、クリア者が2人しかいなかったからあんまり当てになんないと思うんだよな、あの最速って。で、本当に久しぶりだな暗闇のトロールコースって。実は暗闇じゃなかったらどうしようと思ってたけど、意外と暗闇なんだね。でこれ数字の8かな。いや、見え中間っぽいのあるけど取れないじゃねえか。開幕まるまる、開幕ダブルマルマルだった。じゃあ開幕右にダッシュして中間ポイントをゲット。まあ、そこで中間ポイントくれるってことはやっぱりピンコインをコースか。1,2,3,4,4 枚のピンコインね。で、土管が 1,2,3,4 あ、4つか。ってことはこの4つの土管を制覇すれば大丈夫だね。さあやっていきますか。あー、いや絶対やばかないだろ、マジで暗いね。いや面白い面白い、上等じゃん。いや懐かしいなこの感じ、お化け屋敷に来たみたいだね。でさ、暗いからゆっくり行くことしかできないのよ。だからいつもと違ってさ、テンポが悪かったらマジで申し訳ない。ここのオンオフしていいのか。上なんもなかったよね。上はなんもない。じゃあオンオフして先に進む。進めませんね。誰か助けて、僕閉じ込まっちゃったよ。なんだお前らは。どうすればいいんだここ、オンオフしたら閉じ込まっちゃうでしょ。あ、右に行けばいいのかな。あ、右に行っても何も変わんない。じゃあ右にダッシュしていく。いや左にダッシュしたら、あ、針があったの忘れてた。すいません、ボミスですね。次からこうならないように改めたいと思います。ここかな、この場所でオンしたら抜けるそうじゃない。でさ、オンしたらブラパが下から来たから、オンした瞬間にすぐ右にダッシュしてブラパを避ける。確かおったよね。オッケーオッケー。で、本当に暗いからさ、何がいるか分かんないんだよな。今右下にパックみたいないたな。あいつ抜けれんのか。いや、ギリギリ届かないところをいるで、オッケーオッケー。そしてさっきから上からさ、なんか金魚みたいなのが来てるけど、じゃああの金魚を避けてこの土管に入っていく。いや、このスリルとワクワクがマジでたまんないね。いや、これ合ってんじゃない。ちょっとこのまま何もしてね。で、上は暗闇のトロールコースにおいてさ、土管から出た瞬間右出しとか絶対わからんの。いや、左の砲台なんか出してきた。バブルでキノコだかと思って、潰されるかと思った。マジで暗闇、何が起きるかわかんない。ここの鍵扉は鍵を持ってこいってことか。怪しい、この靴怪しすぎる。だから僕は一旦無視していきたいけど、陸地はなんかあるね。こっち飛んでみようか。そして右側にも行く。どこだ、右、真ん中、左、どれを信用しようか。三択なんて無理なんだよ僕に。じゃあ真ん中行きたいと思います。いや、一番右も気になるけど、この靴もすげえ気になるよな。一旦踏んでみる。踏んだら、あ、靴手に入れれたよ。いや、これ絶対隠しブロックあるんだろ。分かってんだ、そんなことは。じゃあこれ下行ったら落ちるみたいな。いや、なんか、何マリ。踊んな、踊んな、そんなに。まだそんな楽しい場面じゃないぞ。いや、ここは一旦当たって下に降りてみる。それが正解だよ、きっと。頼む、下になんかあって。何もないんかい。もう2回やられて学んだからね。一番右以外にないよ。だからここに降りれると思います。さあ行こうじゃないか、地獄へな。てかさ、思ったんだけど、ここの罠全部引っかかったんじゃない、これ。めっちゃあるところ。じゃあ一番左の靴を踏む以外にない。で、一旦戻ってみようか。で、靴が戻ってくるんだね。そしてこの靴はロープブロックのところに落とせば鍵がゲットできて、この先に進めると。さあもう終わりでいいよ、もうこのお化け屋敷抜けたいね。まだあんのか。頼むって、長いな。最速が18分っていうのも、いよいよ雲行きが怪しくなってきたね。じゃあここはただいた瞬間すぐ左に行く。分かってんだ、そんくらい。そしてこのまま右に行けばいいと思うんだけど、ブラッパ邪魔だな俺。え、これ入れんの。ちょっとタイミング見ていこうか。頼む、このタイミング。オッケーオッケー。いや、もうさすがに終わりでしょ、4つもあるんだからピンコイン。オッケー。そして次の場所に戻ろうか。で、ここに中間ポイントがあるって感じね。いや、お化け屋敷って言ったら僕ね、遊園地のお化け屋敷とかも入ったことないんだけど、もう逆にさ、今だったらその脅かす人があるじゃん、その人絶叫で脅かせれる自信があるね。あ、え、ここ何もしないでよかったみたいだ。そしてこのまま右に進めませんけど、どうしたらいいんだろう。え、これは鉄球、
え、なかなかいい調子なんじゃない？あ、頼む頼むからママも進ませてくれ、もうゴールまで。何もないよね。絶対に何も来るな。この海の終わるのがマジで怖い。絶対上から魚とか降ってくるよ。頼む。何も来るな。本当に何も来るな。急いで行こうか逆に。え、本当に何もない。え、最初だけもしかして難しかった。くっそ、あんな単純な罠に引っかかれ、自分が悔しいね。ここはめっちゃ順調だったな。順調っていうか罠の数もめちゃめちゃ少なかったね。でここ足場がないのか、悔しい。こんなところに引っかかってしまった自分がさ。じゃあここのハテナブロックはなんだ。あのリンクを取れちゃった。あ、戻れんのね。あ、しかも取れた取れた。え、なにこれ。え、こういう仕様で、ここは左に行けばいいのか、下は絶対ダメだ。いや、すげえ気になる。下行ってもいいかな。いや、左なんか嫌な予感しかしないもん。だって、あ、下行ってしまった。え、これは、え、これどうやってやられんの。え、グリじゃない。これやられ方が分かんないな。あ、この上で行けってことか。おー、そんなに喜ぶな、マリ。やられることがそんなに嬉しいのか。僕も嬉しいよ。なわけねえだろー。やっぱ暗闇だからかな、罠の数がそんなに多くないよね。まあ暗闇で今までみたいな罠の量だったら絶対やばいと思うけど、ここはなんだ、シート行けるのかしかしないぞ、こっちは。な、行っていいのかこっちに。まあ、こっちしか行くべき道なかったもんな。なにこれ、これが正規ルートだったら何考えるのか。じゃあさ、全然進めねえんだけど。え、これ本当に合ってる、こっちで。頼むって、左行かせてんだ。これ C 耐久じゃんか、こんなのさ。こっちが正規ルートだったら僕怒るよ逆にさ。これ楽しい耐久で合ってくる。いやだ、もうこんなのもう全然進まんやん。いや、行け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 、もうそのまま左行け行け。そう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 、戻るな戻るな。いや、左に行け。よし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 、行った。おほほほほ、行ってんじゃん。何今の正規ルートのあれ。ねえ、絶対おかしいでしょ。あんなたくさんのバネ設置しなくてもいいんじゃないかな。じゃあここはなんだ。あ、なんか目とかぶったけど、このもんも違うんじゃないのか。上にはいけないか。そしてここを溶かす、溶かすじゃねえ、壊す。これ絶対アイテム出てくるんじゃない。お、そう読んでるんだけど。いや、あんまり。え、めちゃめちゃ今日あれだね、冴えてる冴えてる。そしてここのブロックを壊していく。え、なんか今音聞こえたね。ツタが出てきた音が聞こえたけど、え、合ってんのこれ。いや、すげえ不安なんだけど、順調すぎて怖い。じゃあここは上は。中庭のドス、かわいそうだな。何の役割があったんだろう。フラワーを取ってくんなって書いてますけど、フラワーとかどこにもなかったやんね。いや、マジで順調すぎる、怖い。大丈夫ですかね、この地下部。一旦上行こうか。で、下何にもない、何にもないね。で、この四角の中叩きて、右は何もないのか。いや、どうしよう。ちょっと叩いてみていい？何が出る？みんな今日で分かったことがあるね。暗闇のトロールコースってそんなに罠の量が多いわけじゃないから、あんまり警戒しないでもいいんじゃないかなって僕思うんですよね。言ってるそばから。いや、絶対あんな無理でしょ。どうやって初見で返しろって言うのよ、あそこ。どこに入ってんだ。ここだよな、降りた瞬間ジャンプでいいのかな。降りた瞬間ジャンプして左の上にもう一回行く。え、来ないの。え、どうだった。あいつマジで悔しい。じゃあ降りた瞬間右にダッシュしてすぐジャンプするね。それで行ってみようか。降りたって右にダッシュ。ここ、あの親父。わからん、タイミングがじっともわからん。どこでジャンプすればいいのよ。降りて、ここ、オッケーオッケー。もうこれ大事にしていきたいね。上は絶対違うと思うな。50個には信用しない方がいいよ。オッケーオッケー、シェイシェイ。あなたのことも分かってなかったよ。そしてランランはまずいって。この暗闇の中で、このレールとランは何が来るとしか思えないって。でも言ってやるよ、もう。そうするしかないもんな。何も来るな、絶対に。何もな、石は突っ込んでる。右に行ったらダメなんかな。一旦あのドッスン回避してみる。いや、できるのかな。暗闇の中で。いや、絶対無理でしょ。そのタイミング、なんか目印があるかもしんない。頼む、何かあって。なんか今発動した。分かるか、こんなの。
いや違うんだって。てかさ、ここ行ったらさ、光るじゃん。この光った状態で右にダッシュ続ければギリギリ間に合うんじゃないかな。それで避けてみようか。あのドッスンどこだ。ここだー。オッケーオッケーオッケー。でで、あれはないの？そうでしょ、こっちじゃないってこと。めちゃめちゃ頑張ったのにさ。でもさ、オンオフが変わってるから何が変わってんじゃないの？どうすんよ、上に行ったら、この上に行けってこと？そんなの無理じゃない？上行ってみる？走って、ジャンプ、いや、届か、左上なんか見えたよ。あっちが正解か。ここだ、この上に行けばよかったんだ。いや絶対罠だと思うよな、こっち。おお、なんかある。これ多分鉄球団じゃないの？多分そうだと思うんだよな。そしてブロックの上に行けるみたいな。オッケー、ザコどもは引っ込んでる。音符を叩くからの一番左に逃げておこうか。そして魚を避けていく。で、この上に行けばいいのか。左は何もないね。そして右はドッスンがいたように見えたけど、あ、この子たちね。で、下にさ、下というか裏にさ、雲見えん？あの雲乗れるんじゃない？乗ってみる。フラワーちゃん、フラワーちゃんって揺れてる。いや、ちょっと待って、あんまりファイヤーは出さないでおこうか。無駄にファイヤー出しまくったら何かいけないようなことが起こるかもしれない。よしよしよし。で、この右側に行けっていうことね。あの土管何なんだろうね。 C 耐久とかだったらそっちは気になるけど、ここ行き止まりじゃねえか。何なんだこれは。オンオフすると何が来る。じゃあここで右下に行けってことかな。右下行けんくなかった？やっぱ上行ったらダメだもんな。ってことはこの土管しかないのか。わざわざ右上に行く必要がなかったんだね。で、終わりなのか。サンキュー。そして、あ、やべ、チッにならなくて大丈夫だった。え、このままもしかして行けるんじゃない？え、カバ発見、キノコ状態で行けますよーみたいな。やったやった。じゃあこのキノコ状態のまんまラストの土管入っていきますか。そして僕は一旦何もしないけど、これで合ってるのかね。いや、ちょっと待って、ちょっとまずいんじゃないのかこれ。なあ、誰かやってくれよ僕を。最後の最後の何だろう。嘘でしょ。何が来ない？え、何も来ないのマジで。え、残り時間は400。待ってられるかこんなの。ガバ発見しました。あー、またここしなくちゃいけないのか。これさ、別にいらないで。でもまたコイン集めは全然楽勝なんだけど、このこと完全に忘れてた。これだけでめっちゃ時間かかるからな。いけ、頼む、もうそのまま行ってくれ。リンク、お前ならいけるはずだ。いけー、全然進めませんよ。さあ戻ってきたね。ピンコインを3枚全部集めて。僕ってさ、ピンコイン用コースしたら大体こういう系統ない？最初からまだ全部やり直しみたいな。邪魔すんな。右にダッシュし続けよう。そして砲台も花もかわす。行き止まりか、左に行けばいいのか。あほんと暗闇のコース面白い。マジたまんないね。僕意外とホラーゲームとか向いてるのかもしんない。てかこれ上行っていいのかな。足場ある。あ、足場あるね。マリオは怖くないんだけど、ホラーって怖いじゃん。ここ何もしないでいいの？これ植物が。いや、よくできてるよなこのコース。暗闇のトロールコースがこんなに面白いんだったら、いろんなコースやりたくなるね。そしてバックン、急に右に襲ってくるとかないよな。パーンってこっちに急にパーンって来ることがないよな。パーンってパーンって来い。待ってたよ僕。そして今なんか降ってきたね。これ叩いていいのかな。ファイヤーフラワーが出るとかそんなん。あ、なんかあるね。あ、なんか、うわ、パーン。だがこれでもう分かったね。みんな必ずこの場面を一発でクリアしてみせるよ。見てて、この名探偵金田一毛利小五郎キングがな。あ、間違えた。え、これ上に行かなくちゃいけなかったんじゃないの？え、大丈夫かな。あ、この状態でも取れる。え、どっちが正解なんだろうな。上に行くのと、あの音符ブロック叩くのって。まあまあ、結果オーライ、結果オーライ。進ませてもらえるもんは進ませてもらいましょう。そしてここは、いや絶対剣で刺さない方がいい。ここは指で弾いて上に行く。そしてここは普通にドアに入っていいのかな。あ、なんか入れそうだよね。一旦右行ってみる。右ちょっとすげえ怪しい。こっちはなんもないのね。なんもないから、このドアに入っていけと。もう終わりかな、頼む。怪しすぎる。なんだあいつは。一旦降りようか。ここはバーがあるよ。どっちだ。一旦じゃあここは右行ってすぐ左に行ける。ついてくるなー。
いやこれ正直怪しいと思ってたパラシュートついてんじゃねえかなみたいな、心理戦に負けたね。実はついてませんっていうのをね想像したんだけど、いやマジで悔しい今のところで。ここのドアはいや本当にもうゴールでいいよ。なかなか長いと思ったらやっとこれで鍵手に入れたわ。そしてこの土管に戻ってドアに入れるということですね。いや最速が18分だから、この後何か違うっていうパターンなんじゃないの。いやゴールじゃないみたいだ。いやどうなんだ、頼むゴールさせて。ゴールなんじゃないのか。あのツタンなんか絶対ゴールがあるよ。だからここからジャンプしてゴールしたいと思います。さあゴールやってくれ。やったいや本当に楽しかったね暗闇コース。また機会があればやっていきたいですね。どうもありがとうございました。見て見てみんな、初めてかもしんないトロールコースで最速取ったの。はい、それじゃあ次のコースは一発マリオハンマー舞台ということで、いやこれ見るからにやばいよな。ハンマーブロス何体いいんだろう。 1,2,3,4 いやもうめんどくせえちょっとごちゃごちゃしすぎてめっちゃ数えにくいわ。いやコースとしてはすごいシンプルで何をしてくるか分かってるんだけど、なんといってもあのハンマーブロスだからね、あの先のゴールがすごい遠いと思います。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 0.50%。 クリア率が 0.5% って言ったらなかなか一筋縄じゃいかないよ。ちょっと見てっていいかなあでもさ少し上空いてくれてんのね。だからあの隙間をくぐっていけみたいな。だからこんななんで上からも降ってくんだ。スタートした瞬間右ラッシュ、これでいけませんかね。いけません。いやいけそうじゃない、もう一回やってみていいかな。うわちょうどいいところにハンマーを投げてくるんだろうね。だから右ラッシュはいけないと思う。じゃあどうすればいいか、少しだけ倒してすぐ左に逃げようかもう無理な気がしないでこの上から降ってくるでしょ。このハンマーブロスを倒してあの隙間をくぐっていこうけ。どの隙間だ、ここだ、はい、これ最速が2秒だから右ダッシュは絶対無理なんだよな。そしてこれもう一体一体倒していく。いや諦めるんだピオキング、お前は必ずいける。無理だよ。ごめんちょっとスタート連打するわ。スタート連打してってみんながハンマーを出す様子少しずつ見てみようか。最初に出すハンマーブロスがなんかいっぱいすぎてわかんねえなたださ、あの真ん中のデブロスだけ出してないよね。ほら真ん中のデブロスちょっと遅いもん。だからスタートした瞬間真ん中のデブロスを倒しに行こうか。多分それでいけるんじゃないかな。さあこれでいけるのか。まず最初に真ん中のデブロスを倒してみる。いやでももう分かったよ今のだ。まず最初にデブロスを倒す真ん中のね、そして隙が出た瞬間すぐ右に行ってゴール。やったいやこれはなかなか苦しめられたね。ただハンマーブロスをこうやって設置してるだけなのにちゃんと攻略法があるっていうのがすごい面白いところだよねこのコースの。どうもご視聴ありがとうございました。この動画が良ければグッドボタン、そしてピオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。